それでは今回もねねさんを追いかけていきたいと思います。ラブプラスプラスやっていきます。3日目夜だね。寝るしかないな、もう寝よう。いきなり寝る。では4日目。っていうかさ、これなんかその3日目とか4日目になってるじゃないですか。今までのときメモってほら、まあ普通に学校生活を送るんで何月何日っていう表記だったけど、今回そういう感じじゃないのかな。で今日のスケジュールを決めましょう。感性と魅力を上げていきたいんで、芸術的なことをやっていきますか。で歌みたいなの歌って、ここはちょっといないけどバイトに行こう。で魅力が上がるやつがいい。おしゃれ系がやっぱり魅力が上がるね。よし、これで行こう。知識がすげえ下がるけど。小早川だ。乗り気ではない。声をかけてみようかな。ねえ、あ、何してるの？まなかちゃん。え、あ、たかね。そんなに驚かなくても、ごめんなさい。お取り込み中？全然取り込み中じゃないです。実は高根に用事が、実はちょうど高根に用があって。そうだったの？どんな用事？用って別にない。正直ありがとう。先生の話聞いてなかったから助かったよ。いや聞いとけや。もう大丈夫？優しいな。じゃあ私はこれで。あ、そういえば小早川は見失った。まあ別にいいけどね。美術 OK。高根か、声かけて大丈夫かな。そこの君、立ちなさい。はい、ねねさん。これだいたいブッキングするね。わあ、ねねさんか、どうしたの？どうって、ただ見かけたから。声かけちゃダメだったかな。いやいや全然いいですよ。可愛すぎるねねさん。ねねさんに用事が。こいつすぐ用事作るな。ちょうどよかったよ。ねねさんに聞きたいことがあったんだ。そうなの？何かな？いや、聞きたいこと自体はすげえいっぱいある。趣味とか好きな食べ物とか、そういうリサーチをしなきゃね。色とかも何気に重要だからね。どういう色のものが好きかとか。ありがとう。それだけ分かれば大丈夫だよ。困ったことがあったらいつでもどうぞ。それじゃあ行くね。またよろしく。と言ってまたを作る。やるなこいつ。高根はまだいるかな。あんまりいなくてもいいんだけど、待ってたりはしないよな。いや別にさ、待ち合わせとかしてなかったでしょ。ねねさん、今日はよく会うな。さて帰るか。あ、ねねさん。え、早くない？一緒に帰ろうはちょっと早いよね。まだ4日目だよ。転校して4日目でさ、上級生をさ一緒に帰ろうとか。俺はそこまで積極的ではない。ちょっと一人帰ります。今日は一人帰ろう。いや無理だよ。無理無理無理、誘えません。バイトガーン。
今日は結構決まってるな。ちょっとかっこいいかも。OK。 まあでも OK の方が多かったからね。これどうやってパラメーター上げていけばいいんだろう。まあいいや、寝よう。では、5日目。これ何日やんのマジで。ずっとこうやって上げていくのかな。だってさ、もうマックスがこれ一番右までしかないじゃないですか。このメーターをずっとなんか維持していく感じになるのかな。歌歌おう。歌芸術。ちょっと出かけてみる。これでいこう。ちょっと待って、魅力は結構キープされてんな。これでいいか。あれ高値だよな。声かけてみるかって言って、なんか別の人が来るんでしょ。ほらねねさん、三上くん、かわいい。あ、ねねさん、びっくりした。思わず声かけちゃったけど、何か用事の途中だった？いや、そんなことはない。ねねさんに用事が。ちょうどよかった、ねねさんに用事があって。私に用事だったの？こいつ話題豊富だな。そんなにいっぱい話すことあるか、学校で。しかも上級生に対して。そっか、ありがとう。また聞きたいことがあったらいつでもどうぞ。じゃ、またね。またね。うん、また。そうだ、高根はやっぱりもういないよな。いや、別にいいよ。おお、音楽完璧。知識が全くないんだけど、大丈夫かこいつ。あ、高根だ。声かけよっかな。何この謎パターン。毎回ねねさんが来る。まあ、それはそれでいいんだけどさ。何してるの？いや、ねねさんマジ可愛いんだけど。ねねさんに用事が。ねねさんに用事があったんだ。私に？何かな？午前中も用事があって、午後も用事があって、どんだけねねさんに用事があるんだよ。へえ、ねねさんの説明は分かりやすいな。役に立ててよかった。それじゃあ、またね。うん、また。これって好感度上がってんのかな、このイベントをこなすことにより。高根は、まあいいよ、もういない。美術 OK。感性がすげえ差。あ、これ1個目ってこと？もしかして1個目っていうかさ、その3本目ってこと？そういうことか、多分だけど。でメーターをどんどん増やしていって、この本数を増やしていくんだ。そういうことか。で魅力が多分マックスになれば、多分2つになる。ちょっと分かってきたような気がする。ずっとこの繰り返しかな。で今のところなんかこの体調みたいなのはなさそうだからね。体調が悪いと失敗するとか、そういう雰囲気ではない。じゃあひたすら上げていこう。運動、知識、感性、魅力で、ねねさんがいる。ここはちょっとねねさんでいこう。運動と知識を1本ずつ増やしていくか。
ここ運動しよう。で、あれ今日はなんだ、土曜か、土曜だから、なるほど、こっちの活動ができるんだな。しないけど、外出みたいなのしてみよう。で、おしゃれ。いや、知識がマジでねえな。ちょっと待って待って、知識なさすぎる。これでいこう。今日は調子がいいな。なんか体が軽いぞ。なんで学校行ってんだよ、土曜なのに。体育 OK。そうすると全部で何本くらいになるんだろう。パラメーターは外出。いや、土曜くらい外出したいよね。日曜ゆっくり休もう。さて、今日も頑張って働きますか。トラブったか？あ、あの、すいません。どうしたの？お客様、申し訳ございません。お召し物やお荷物は大丈夫ですか？あ、あの、すぐに片付けて代わりをお持ちいたします。誠に申し訳ございません。ねねさん、役立たずですまん、俺は。ごめん。え？気にしない気にしない。でも、やったのは俺なのに、ねねさんまで謝って。それは違うよ。ほら、お客様から見れば私もあなたも同じ店員でしょ。でももうこれくらいで落ち込まないの。誰だって間違いの一つや二つ必ずやるものでしょ。まあそりゃそうだけどね。あなたはまだ新人なんだからいっぱいミスしていいのよ。でもそこから学ばないとダメよ。ミスをしていいのは成長してくれるって周りが信じてるからなの。ねねさんも？もちろん、私もあなたの素直なところを高く評価してるもの。私が教えたこと素直にやってくれるでしょ。それって本当はすごいことなんだよ。そうかな。保証する。お姉さんの言うことなんだから信じて OK。 そっか、うん、信じるよ。それにもう迷惑かけないように頑張る。そうこなくちゃ。だから時給を上げてくれ。バイトまだ3日しかやってないからね。そんな簡単に時給は上がらん。まあ一応丸になってんな、バイト。で、夜におしゃれやって、多分2つ目のマークがつくはず。今日は頭が冴えてるな。あ、おしゃれじゃねえし。予習してたのか。予習復習20丸。あ、でも魅力は上がってる。やっぱりそうだね、右まで行って1本増える、そういうことだ。じゃあ寝よう。メールとかはまだ何にもないからね。せめてねねさんのさ、メルアドくらい欲しいよね。同じ職場なんだからさ、連絡先くらい知っといてもいいと思うんだけど。じゃあ今回ちょっと運動知識系でいきます。あー、7日目、1週間経ってんな。あ、日曜か。朝運動して勉強して、バイト行って休もう。これでどうだ。
これ本当に休むのマークかな。まあいいや。めちゃくちゃ充実している。外出。メーターがどう動いたのかがよくわからない。予習復習。あれ俺運動しなかったっけ。ただの外出だった。バイト。あ、知識が増えた。よしよしよし。ワークアウト。え、ワークアウトって何。これ腹筋してんじゃん。家で腹筋してるってこと。運動が上がってる。全然休むどころか運動してんじゃねえかよ。これで7日目も終了で寝る。ひたすらこれを繰り返していくんだな。なんかあんまり動きがないね。季節が動いてるわけでもないし。でじゃあ運動そこそこだから、まず運動やって、勉強やって、もうワンパターンだな。バイト行っちょ、他の人は目もくれない。バイト行って、おしゃれを磨く。あんまり増えないね。やっぱりここまで来ると増えづらくなってんのか。ちょっと魅力は一回置いておくか。じゃあ外出してみる。よしこれにしよう。ねえねさん、今日ね校舎裏で小さな花壇を見つけたの。誰も世話してないみたいだから私が毎朝水をあげようかなって。それはいいことだ。俺も一緒に手伝おう。花壇か。俺も手伝うよ。よかったら俺も手伝うよ。いいの？それじゃあ一週間だけお願いしようかな。なんて一週間だけなの。その間にちゃんと学校でやってもらえるよう頼んでおくから。構わないよ。一緒に頑張ろう。体育 OK。 運動アップ。ねねさんがいる。これは横やりが入ったとしてもねねさん一直線でいこう。あ、入らない。ねねさん、オス出た。はい、三上くん。これはたわいもないおしゃべりかな。廊下でこんなに話し込むか。このねねさんのこの仕草超かわいい。あ、もう行かなくて大丈夫？あ、ぼちぼち行こうかな。うん、じゃあね。文系。さて帰るか。あ、ねねさん行けるか。もう早い。まだ1週間だぞ。まあいいや、誘ってみよう。ねねさん、三上くん今帰り？一緒に帰ろうよ。一緒にか。今日は遠慮しておこうかな。早かったか。そりゃそうだよね。笑顔でかわされた。悲しい。残念。バイト OK。
知識が下がって感性と魅力が上がってるね。これで見ればいいのか、左側のダウンとかアップとかで。あ、ねねさんだ、かわいい。それしか言ってないよね俺。ねねさん、何してんの？ちょっと今から行くところがあって急いでるの。あ、すいません。そっか、呼び止めてごめん。ううん、じゃあね。どこへ行くんだ、気になる。忙しそうだな。夜だよ、だってもう。あ、今俺あれか、出かけたのか。あ、外出したから出会ったの。わかんねえや、そこらへん。魅力がちょっと上がる。え、ずっとこの繰り返しだね。ちょっとあれだね、なんか次回以降は少し動きがあるまでなんか早送りとかで飛ばしてった方がいいかもね。なんかこれずっと同じような会話をうだうだやる感じになるとかなりグダグダなものになっちゃうんで、もう一日だけちょっとやって、まあ、動きがなければ次回以降はちょっとスキップ多めでやっていきたいと思います。寝る。あ、なんかある。 To do、 To do って何？なんかやんなきゃいけないこと？やろう。で、さらに感性が上がるもの。昼は感性が上がるものがないな。全部下がんな。あ、じゃあこれ組み合わせか。まあいいや。で、夕方もねねさんがいる。で、こういう動きがあるところをメインにやっていこう。魅力上げていこう。え、ちょっと待って、知識が下がりすぎんのもやだな。この棒一本分はキープしておきたいから、これでこんな感じでどう？そういえばねねさんとカナンの世話をするんだったな。あ、そういうことね。約束したからってことか。少しじゃねえや、すぐ行こう。ねねさんよりは早くついていたい。お、いたいた。ダメか、俺のが遅かったか。ねねさん、待ち合わせはね、基本的に俺先に着きたい派なんすよね。ちゃんと来た。うん、まあ、ちゃんとは来るよ。花壇の世話よろしくね。お任せあれ。ああ、任せてよ。あれ、それで終わり。特に何かが上がるっていう感じではないね。イベントをこなしただけ。小早川、あれ、今曲がったの小早川か。放っとこう。別にいいか、行こう。文系も OK、 二重丸。これ感性も上がるね。さて、今日も頑張って働きますか。結構入ってるね、バイト。またやらかしたか。何？店の前で交通事故。店の前だから直接的な関係はないよね。店に突っ込んできたとかそういうわけじゃないから。お客様も動揺してるし、店長は打ち合わせで出かけてるし。バイトしかいないの？大丈夫、今救急車呼んだから。え、あ、携帯。
厨房に飛び込んでとっさに勝手にやったけどまずかったかな。ううん、いい判断。さすが、私が見込んでるだけあるね。てかさ、店の電話で救急車呼んだ方が良くないか。はあ、これで終わりかな。ねねさん、どうだった？さっきはありがとう。もうどうなるかと思っちゃった。うん、でも大した事故じゃなかったんだよね。しちゃったかな。こういう対応力が求められるからね。やっぱり俺もう男の子って年でも。そっかごめんね。立派に男性だもんね。そんな風に言われるのも。さてっと、じゃあ閉店時刻までもうちょっと頑張ろっか。うん、ファミレスの閉店時刻って結構遅いよね。それまでバイトしてさらに夜、俺何してたっけ？なんかするよね。今日は結構決まってるな。ちょっとかっこいいかも。そうか、バイトが終わった後おしゃれしてるんだ。いや、こいつの努力もかなりのものだな。というわけで、まあこんな感じで進んでいきますので、まあ次回以降はちょっとね、動きがあるところまではまあスキップなり早送りなりでやって、まああまりぐだらないような感じで、進めていきたいと、思います。まあ本当にねねさん一筋なんで、そこはよろしくお願いいたします。ちょっとね、小早川さんとか。かなり冷たくしちゃってるけど、小早川さんファンの人がいたらすいません。この動画はもう本当にねねさん一筋でいきますので申し訳ありません。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。